本日の晩酌、豚肉がいっぱいありましてこっちには島町、野菜がたっぷりございましてこっち側にはこのお鍋ということで、本日うま辛鍋で晩酌です。はい、まいでございます。本日も楽しい楽しい晩酌の時間の始まりです。それでね、今日はまた一風変わった激辛鍋やでということでね、まずはビールが行ってみました。チャラッと入れてね、激辛鍋ってから、うま辛鍋なんかな、ちょっと美味しそうなスープ見つけたね。では早速ビールで乾杯でございます。お疲れさんです。くー、うまいな。うん、ということで今日はね、なんやねんと、まず具材から紹介するわ。まずはこの豚バラ肉ね、美味しそうな豚バラ肉に、これが島町でございますね。バラ肉と島町あった方がええやんか、お肉やったらね。で、こっちがね、白菜もキャベツでいいんやけど、白菜もキャベツでいいんやけど、何言うとね、お鍋には白菜もいいんやけどもね、どっちかやったら鍋でも火を通したかってあんまり食感が崩れへんキャベツがええのよ。それとこのね、椎茸に、こちらはニラ、やっぱうま辛鍋やから、このニラ、これは欠かされへんやんか。でね、ほんでね、一応お鍋やからね、お豆腐でございますわ。で、今日は何の鍋やねんってね、これもまた万代さん限定商品やね。万代限定って書いてあるんだけれども、これしっかり辛い鍋が好きいうことで、マジいけないスープが食材を引き立てるいうことで、うま辛スープ、これうま辛スープ、これが万代さん限定やからね。万代さん限定のこんなん見つけたやん。これね、今までなかったと思うねん、うま辛スープでしっかり辛い言うてるやんか。今まで何回か鍋やって、うま辛とかちょっと激辛みたいなのあったけども、そんな言うほどやっぱ辛なかったやん。でこれしっかり辛いって書いてあるから、ほんまに辛いんかな思って、ちょっとこれやってみたの。ほんでこういう書き方見ました言うてね、早速ほならね、やっていくんやけれども、ちょっと待って、そう、前菜はここにあんねんけども、早速ほならちょっと待って、スープからいったろ。早速辛い言うてるやったら、うま辛や、辛スープこんな感じ。これちょっとスープからいただきますね。あ、ちょっと辛いな、今までの鍋とはちょっとちゃうな。うん、あ、ええ辛さやわ、今飲んだら辛い、これはちょっと期待できるんちゃうか。で、一応こっちじゃも用意したんだけども、これ一応期待できるな、いうことで早速、キャベツからいこうか。キャベツちょっと丸々入れて、鍋やからさっき入れとこう。で、鍋やからキャベツに椎茸やろ。で、やっぱり沸騰させんとあかんやんか。んで、ちょっと待ってよ、肉もええんやけど、てっちゃん、これてっちゃんちゃうわ、島町やな、島町とかも入れといて、で、ちょっと落ちた。で、こっち側には豚やな、豚肉もこっちの方に入れといて、で、ちょっとこれで火強めといて、ニラか、ニラは後でええか、もうええわ、先でよ。よっしゃ、これで食材全部入っちゃうんちゃう、これでいけてますわな。あ、豆腐入ってないやん。豆腐もいいよ。豆腐。これで食材は全部入ったぞ。よっしゃ。これ、ええ感じに仕上がれへんかい？そんなにね、何具材入れてないから、まあ、このままでええか。ちょ、2セント。このままでいこう。よし、ほな、これでいくんやけど。で、今日は、前菜にね、変わったもん持ってきました。納豆。私ね、納豆もう大嫌いやってん、子供の時。でもね、ある何がきっかけなんか分からへんねんけども、ある時納豆大好きなくて、んで、あ、今日は前菜に納豆いこう思って、豆で、ここにね、からしついてるやつをここに入れて、で、ここについてるタレな、タレを入れて混ぜる。よし、で、これでよっしゃ、納豆これをこう、ま、混ぜるんですよね。で、いつの頃からやったんかな、うちのね、親父は納豆好きやってんけどね、もう納豆めちゃくちゃ嫌いやってん、匂いからして嫌いやってんけど、でね、今から10年15年ぐらい前かな、ちょっと火強い、なんかの時に、居酒屋行った時やったかな、なんかあって、その時にまあたまたまた納豆かと思って食うたんやけど、めっちゃうまーとか思って、そっから納豆大好きやって、今まで納豆いただきます。納豆、うん、納豆うまっ、うん、これ見よ、ええ感じでブクブク言うてんじゃん、これちょっと沈めとく、これ、うわ
なんか入れ方が良かったか知らんけどさ、美味しそうに沸騰してるやん。ねえ、たまらんだこれ。うん、ええ感じ、ええ感じ。ということで納豆、納豆いただく。うん、ネバネバ加減がたまらんな。うん、納豆うまっ。うん、おいで、ビール。あー、うまうまい言うてらんねん。もうできてきたんじゃん、これ。ちょっと緩めよう。よっしゃ、ええ感じじゃん、もう。これめちゃくちゃうまそうちゃうんかい、これ。お肉、お肉もあるし、もうええ感じじゃん、これ。ほれ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 、どう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 、めちゃくちゃうまそう。うま辛鍋やな。え、ちょっと待ってや。うま辛スープやから、うま辛鍋。うん、万代さん限定のうま辛鍋、完成でございます。早速な、食べていくわ。よっしゃ、ではでは、ほんなら早速ね、ちょっとまずはこのね、キャベツあたりから。お鍋のね、キャベツって美味しいのよね。キャベツ入れて、で、しいたけな、しいたけ入れて、で、ニラね、ニラ入れて、で、お肉が豚肉あって、で、ホルモンどこいった？ホルモン、ホルモン、おったった、ホルモン、ホルモンおって、ここに、なら、豆腐もあったな。豆腐、よっしゃ、豆腐、よっしゃよっしゃよっしゃ。んで、これであとスープやな。スープスープスープ、よっしゃ、ええ感じやな。よっしゃー、ではでは早速、うま辛鍋、うま辛スープいただきましょう。いただきます。お肉から。うん、これしっかりうまいな。じゃあちょっとこういうわ今日使ってる鍋やからね。うん、鍋。うん、万代さん限定やからね。限定もんに私弱いからね。うん、豆腐も。うん、せやな、今まで食べた鍋の中ではちょっと辛いか。うん、辛いっていうかさ、な、辛いの辛いな。うん、でもすごい、まあ、うま辛って書いてるから激辛ではないけどね。うん、まあでも辛さ弱い人は辛いかもわからん。うん、ああうまい。うん、でキャベツとホルモン、シマチョ。うん、ああしっかり辛い辛い。割ってみる。なるほどな。うん、そうか、しっかり、辛い鍋が好きっていうことでね。マジでいけるね。そうやけどね、ちょっとあの濃厚、風味的にね、そこまで濃厚じゃないね。あの、まあ、辛いなっていう感じで、そのうまさ的にって言ったらどうかな。うん、辛いのは辛いのな。うん、まあ辛うまやね。まあうま辛やからな。うん、ええのはええ、ええのはええやけど、ちょっと待って、せっかくやから、ここにコチュジャンあったやん。コチュジャン、コチュジャンちょっと入れたろ。コチュジャンちょっと入れたら、どうだろう。コチュジャンをちょっとこう、垂らして、で、これで、ちょっと混ぜてみる。ねえ、どのぐらいのうまさになるかなとか、このコチュジャンがあってね、初めて買うんやけど、ちょっと辛さが足らんかったらいかんかなと思って、こうできたんやけど、うん、よっしゃ、いただこう。あ、ええ感じやな。うまさ、うん、辛さが増したか。うん、うまい、うまい。んで、おだし。しっかり辛いわ。うん、ええ感じ。あの、僕に言わせてね、決して激辛ではないよ。激辛ではないけど、あ、これほんまに辛いわいう、あの、うま辛いう感じの鍋。
で、味はね、そこまで何濃厚な味がついてるか、味がついてるか、旨味は一応入ったんで、旨味入ったんだけども、そこまで何だろう、こってりした味がついてるかって、そうじゃない、ほんまのうま辛鍋よ。ビール、あーうまいな。そういうことでね、じゃんじゃんいきましょう。じゃん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 、うまいわこれ。うん、うまいうまい、ええ感じええ感じ。ニラをもっと入れた方がいいかもからな。ちょっと待てや。だからここでこう野菜を先取って、ちょっともうちょい煮込んだろ。よっしゃ、しいたけもうまかったな。しいたけもうまいし、うん、このやっぱり豚肉とシマチョ、ええ感じやわ、ええ感じええ感じ。うん、シマチョな、これやっぱ辛いもんにはホルモンっていうのがええね。合うわ合うわ、うん、合う合う。しゃ、ちょっとこれ一旦全部引き上げるわ。引き上げて豆腐も全部こっち上げて、しゃで、ここにや、ここにお出汁をちょっとこうちょうだい。お出汁をいただきまして、お出汁お出汁、辛い鍋ってね、ほんま温まるもんね。よっしゃ、ほなここで入れていこう。もうね、このシマチョウ、シマチョウ全部入れたわ。シマチョウよっしゃ、シマチョウ全部入れてね。シマチョウ、シマチョウで、肉も入れとこう。肉もダボってこうたっぷり入れて、しゃー、いいな、ダボってもたっぷり入れて、ほんでここにキャベツや、キャベツ、キャベツな、キャベツは、キャベツな、キャベツをバサッとこう上に置いて、ちょっと親しまれ、大丈夫か、これちょっと埋める方がいいかな。いや、いけるか、いけるな。で、ここにしいたけ入れよう。しいたけ、しいたけ、しいたけ、しいたけも柔らかなってうまいから、これねえ。ほんでやっぱこのニラ、これニラはたっぷりだよ。辛いもんにはニラ、ニラ、ニラニラーということでね、ちょっと入れすぎた。うまいか。よっしゃ、でこれで豆腐入れる隙間がなくなると思った。ちょっと待ってくれよ、豆腐1個ぐらい入れとこう。1個ぐらいちょっとこの辺入れとこうか。よっしゃ、これでいけるか。よっしゃ、ちょっとこの辺で、ちょっとこの辺でグズグズ煮とこう。よっしゃよっしゃよっしゃ、ではではいっときましょう、いっときましょう、いっときましょう。うまから鍋な、うまいな。うん、まあちょっと前まではね、めちゃくちゃ昼も夜も暑かったけど、夕方以降ちょっと涼しくなっていったらね、鍋とかでも食べたくない。うまいな、うまいうまい。おいしい、あーうまー。ということでね、ちょっと沈んで、キャベツくん沈んで、キャベツ、キャベツ反対返そうがいいかな。キャベツ、よっしゃ、よっこしょ、よっこらせ、どうや、これでいけるか、これでいけるか、これでちょっと柔らかなるやん。よっしゃしゃー、しいたけくんは下に埋めといて、よっしゃ、これでいけるか、よっしゃ、いけるやろ、よっしゃ、頑張ってよ。よしよしよし、で、豆腐、うん、お、これはうまいな。うん、いや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 、キャベツ、熱っ。やっぱり白菜もええけど、やっぱキャベツ、これが食感のことでうまいな。うん、特にこういううま辛鍋系は最高やわ。煮すぎたらあかんからな。いや、煮すぎてもまあホルモンとか入ってるからいけるか。ちょっとこのキャベツが入ってるからな、よう煮込んどかなあかんからな。これうまいな。うん、このタレ、タレ、だし、だしはそやな、辛いの好きな人におすすめできるわ。うまいうまい。うん、ビュー、これいけるな、ほんま。どっちかたらそんな辛そうな絵じゃなかったん、これ、これね。で、どうかなと思ってやったけど、しっかりと辛いって書いてたからこうだけど、これいける、万代限定、これ万代やな、万代限定。うん、
本場韓国鍋スープって書いてあるからね、これ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 。またね、寒くなっていったら、このお鍋のシーズンになっていったらいっぱいスープあるからね、この辛い鍋好きな人これええよ、うん。で、もう一つ辛さが足らん人はさっき僕がやったみたいに何コチュジャンとか足してみてもええけどね。ちょっとここにコチュジャン足したろ、ちょっとここにもコチュジャンをこう足してみて、コチュジャンをこうちょっと足してみて、よし、コチュジャンでちょっとこの何時の旨味を増すっていう方法もあるやろな。よっしゃ、これでな、よっしゃ、ええ感じやな、よっしゃ、ええ感じ、ええ感じ。うん、うん、豚肉もいいんやけど、島町のこの油油、このなんていうの、コリコリする感じ、これたまらんなあーうまじゃんじゃん、いこじゃんじゃん、うん、やっぱ肉うまいな、うん、肉うまいし、このニラがやっぱもう熱いって、これうん、ああ、はあ、うん、ほんまにしっかりと辛い、めっちゃ汗出てきたもん。まあさっきこっちにやりながらよくやるんだけど、でもええ感じ、ええ感じ、これ辛いの好きな人の家は持ってこ、持ってこい、あれビールないビール取ってくる。続きまして、次はね、トリスハイボール、トリスハイボールのビターライフというのがあって、ビターライムビターライム、これも新しいやつかな、新しいね商品にはついついこう目がないというか言ってしまうんやけどね、うん、トリスハイボール、あーちょっとねハイボールっぽい色やね、いただきます。そうやな、ハイボール、ややこのハイボールやからウイスキーのほんのり、香りがすんねんけどな、うん、でも全然飲みやすいな、うまいうまい。ということで、もうええかい、もうできてきた、もうええ感じやな、これ見て、今パッと見たけども、うまいこと仕上がってんやんか、これめっちゃうまそう、たまらんぞこれ。ではではいただきましょうよ、これキャベツ、キャベツがやらかなっとるがな、これこのやらかなったキャベツに、この何ホルモンとかね、お肉いっぱいあるやんか、椎茸もあって、ちょっとうわー、このキャベツ、うわー、キャベツうまそう、いやいや、うまっせえなこれ。でホルモン入って、椎茸もあって、よっしゃ、椎茸もあって、よし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 、ちょっとこうだし、いや、だし、だし、だしいただきます。そんなにね、だし的にはね、この真っ赤かいう感じでもないやけど、まあまあ赤いのは赤いんやけど、でも適度なええ感じのこの、うん、辛さ、ほんまうま辛いう感じやわ、これこれはいけるな、うん、いける、辛いの好きな人はこれはええな。おっ、ハイボール、ちょっとやっぱり煮とったら何野菜の水分が出てくるから、やっぱこういうコチュジャンとかあった方がいいわ、うん、コチュジャンでちょっとこうね、彩りつけて、彩りちょっともう一回辛さを復活させて、でそういうのでやんのもいいね。このね、辛いただね、辛いやつだったら赤いやんか、ラーメン屋さんとかでもあんねんけど、まあ私だけか分からないけど、たまになズルズルとかで食うたらこれ飛ぶねんなあれ気ぃつけなあかんよね、特に女子女子の人なんかほんまね、いつもこう再戦のこの注意で食べてはるんやと思うわ。何気なく気軽にラーメンスルッとすすってて、いや出た瞬間ここいっぱい飛んでるやんっていうのあったもん何回かババチーな、うん、ほんまにこの鍋っちゅうのはほんま野菜食べれるからいいよな、いつも同じこと言うてるか知らんけど、うん、あ、コチュジャン入れたからこのうまさっていうかうま辛さ倍増やわ、汗いっぱい出てきた、うん、
うん、これうまい。うん、ちょっとうわー、この豆腐がもうええ感じで仕上がってんじゃん。これ豆腐、うわー豆腐やらかなってんやんか。これで椎茸くんがおって、でこのキャベツ、キャベツがほらほら見て、ほらふにゃってますからね。これでそこにましてこの肉、肉とこのニラさん、ニラさん、ほら肉とニラ、ニラな。でこっち側に島町とかあるから、うわこれねたまらんなこれ。ではでは早速いただきましょう。あ、もう早速ちょっと何さっきもう一回あのコチュジャン出すわコチュジャンね、どうせって私辛いの好きやから、ちょっとね辛みを増強させておいて、うん、コチュジャンな。激辛、まあ激辛も好きやねんけど、その激辛っていうのはな、巡るまでの辛さは強くないからな、なんとも言えんだけど、このでもニラの塊、ほらこのニラ、この今日島中入れてるから声がうわーって思った。島中入れてるから、あのホルモンのコリコリとニラの食感うまいな。うまっ、うん、これはたまらんな。豆腐もよう旬だね。あ、うまい、うまい。おいで、はい、ハイボール。あーうま、うん、いやいやいや。ほんでこの何じゃろ、この島町とニラね、島町とこのニラ、ホルモンとニラ、めちゃくちゃうまい、うん、うまっ、うん、今度肉、豚肉と椎茸、うん、あーうまっ、たまらんな。あのこえこ今年初やないわ、冬やってるから。この夏明けてからの鍋はこれが初めてやね。初めて言うかな、もおかしいな。10月、秋や、秋うちの鍋としては初でございますわ。ビール、アビールチョアイボール、うまいな、うん、いや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 、あららら、もうなんか終わりやな。しゃ、いやこの酒のうま辛鍋、期待、あんまり期待はせんかったけど、そんなやつは真ん中に怒られるけど、でもしっかり辛い、うん、ここに歌ってあるようにしっかり辛い鍋が好き。ほんまね、今まで何回鍋やったけど、僕も買うてきたことあったけど、あのね、あれ何やったっけ、なんかの辛鍋かな、なんかそんなま買うてきてやったけどね、言うほど辛くないねんな。やっぱり万人受けするというか、誰でも食べれるようにしてくれてるから、そこまでは辛くないね。でも今日食べたこれしっかり辛いわ、ほんまに、うん、辛い辛い。でホルモンとやっぱりあの島町、ホルモンと島町、ホルモンとニラがよう合う、うん。でこれはスープ、このスープ、スープを入れて、いやこのうまい。僕はどっちかやったらこのこれだけでもいいんやけど、うん、これだけでもいいんやけど、ちょっと待って、もう一回持ってこう、もう一回そのこのスープ、うん、辛いな、辛いんやけど、どう、僕はここにもう一つコチュジャンをおすすめする。コチュジャン、コチュジャン、コチュジャンあった方が僕は好き。でも見てもで分かる、見てもで分かる、この汗いっぱい出てきてるよね、ほんま。ね、オリジナルの鍋スープとしては結構辛い、ここまで辛いのなかったんちゃうかな、うん、なかったんちゃうかな、他あるかどうか知らんよ。でも僕が知る限り、ここまで辛くて標準というか、なんだよ、デフォルトでここまで辛い鍋スープの初めてよ、うん、これ辛いの好きな人ええと思うよ。あ、危ない危ない、
うん。で、キャベツ、キャベツじゃ、キャベツや、キャベツもいいんやけど、やばい、これホルモン、肉系統、うまいな。うん。歯に挟まる感じが何度もやれ。はいわ。ああ、うまいな。いやー、これ、うん。想像以上やったわ。うん。んで、だし。うん。辛い辛い。いけるいける。汗だいぶできたわ。うん、これはいけますな。うまっ。物足らない人おったんじゃん、結構辛さね。でもデフォルトでも結構いけるわ。うん、うまっ。んでだ、うまっ。うん、ほんまにこれに僕コチュジャン、まあもうちょっと辛いのすげえ入れたけど、ええー、辛さ見て、この汗。うん、そのうわーっていう激辛じゃないけど、ほんまうま辛いう感じ。これうま辛鍋、うま辛の味好きな人、これええよ、おすすめするわ。これスーパー万代さんの、限定商品、うま辛鍋の、スープ、ハイボール、いやー甘かったようで、万代限定商品、また他にも見つけたらね、買ってきますんで、お楽しみくださいませ。本日のうま辛鍋晩酌、最高でございました。ごちそうさまでした。